様こんばんは、目黒敦子です。この1週間も新型コロナウイルスの話題で1週間があっという間過ぎてしまった、そんな感じがあります。新たな局面、そして深刻な状況になってきたのかなという感想もあります。いかがでしょうか。さて今回は編集統括担当の黒肘祐介さんと第二編集局長の森本圭さんとともにお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。お願いします。さて新型コロナウイルスについてなんですが、政府の対応が後手後手なのではないかというところで、はい、はい、メロさんが言われたように、うん、新しい局面に入ってきたんじゃないか、はい、ということなんですね、うん、今まではその中国から帰国されたチャーター便でですね、うん、方とか、はい、クルーズ船乗っかられてる方のことはずっと、まあはい、心配というかね、注目されてたんですが、今度全く関係ない人たち、はい、一人は80代の女性が亡くなられてしまって ね、はい、5年初の死者ということで、もう一人はその和歌山県の男性の医師、うん、外科医ですね、彼が感染されてた、はい、していたこと、もう一人は8代の女性の親族、うん、義理の息子さんにあたるんですけど、はい、タクシーの運転手の方がやっぱり感染されたということで、はい、3人ともですね、あと千葉県の20代の男性も感染していたこと分かったんですけども、はい皆さんその中国への渡航歴がないとか、うん、中国から旅行者との接触の記憶がないということで、はいはい、もう感染がたどれなくなっているという状況なんですね、はい、これは新しい特命が入ってきたということだと思うんですが、もう一点、その安倍政権の後手後手だっていうのが一つはですね、うん、これ予想された通りのことが予想通りに起きてるっていうことなんですけども、はい、今までその都内でも他のところでもそうなんですけども、体調悪いと、うん、肺炎の疑いがあると言って、はい、その患者さんのですね、調べたお医者さん、内科医の方とかがですね、血液取ったりとか痰を取ったりして、はい、保健所にその調べてくれと、可能性があると、はい、でも保健所の方はいや、これは条件に当てはまらないので検査できませんよっていうことなんです、うん、その条件っていうのは、最初は武漢へ行ったことがあるとか、はい、武漢に行ったことがある人との濃厚な接触とか、はい、途中からは州に広げたわけなんですけども、それでもこれ、その今回の80代の女性とか男性とかタクシーの運転手のように、中国とかかわりなくてかかってる人が今回分かったわけであって、はい、ずっとその疑いがあるんだけども検査しないって跳ねつけてたわけですよね、うん、武漢縛り、はい、公共縛りということですね、そうですね、はいはい、でもそれは専門家からするともう意味がないですよと、うん、でなんでそんな意味のないことをしたのかよくわからないところがあるんですけど、はい、一つは検査体制が整ってなかったっていうのがあると思うんです、うん、そうですね、でもこれも検査キットがなかなか、ね、検査キットはなかったと、はい、なかった、ね、これも調べて取材してみるとですね、はい、国がやる厚生省の管轄やると確かに足らないんですけども、民間にお願いしてもすぐできるんですよ、うん、でなぜやらなかったかっていうのはいろいろ不思議なんです。やっぱり利権というか、はい、自分たち実験を抱えていたかったっていうね、うん、役所側の一つあったんじゃないかと、はい、もう民間に頭下げてお願いすればですねすぐできたはずなんです、うん、スイスのロッシュって会社かな、はい、そこからもうすでにもう検査や ね、はい、仕組みを作って中国へ無料で確か渡したんですね、そうですね、はい、でそういう体制が世界中にできているのに、なぜか安倍政権はこれを検査しないと、うん、もう武漢縛りだと国書縛りだと、お医者さんがせっかく血液を取ってですね、はい、保健所に行ってですね、この方苦しんでるから調べてくれと、うん、安心させてあげたいと、はい、抗生物質飲ませたと治らないわけですから、うん、そのコロナウイルス、ね、新型肺炎に合う治療をして助けてあげたいって言ってお医者さんが言っても、うん、いやこれは武漢縛りですから、はい、って言ってやらなかった。一つはね、いろいろ言ったんですけど、オリンピックがあるでしょ、はい、オリンピックがあるとそのあんまり日本で何百人って感染があるとオリンピックできるのかって話になってくるんで、はい、安倍政権は二の足を踏んだんじゃないかっていう疑いもあるんですよね、うん、でこれはその例えばクルーズ船ダイヤモンドプリンスに乗っている方はですね、はい、国内感染扱いしてないんですよ、はい、それは安倍政権が、うん、頼み込んで、はい、WHO にですねこれは切り離してくれと、うん、日本国内じゃないと、はい、で少しでも日本国内の感染者を減らしたかったんでしょうと、うん、これね偶然かもしれないんですけども、その WHO がそのクルーズ船に乗っている人は日本にカウントしませんよっていう時に、うん、その直前にですね、日本政府が WHO に10億件寄付してるんです。で WHO の、ね、はい、トップがですね、10億件サンキューって言ってですね、言ってるんですけども、はいはい、だからこれはだから最初から全員その検査しますと、船に乗ってる方もきちんと全部、まあ、3000人全員検査しますとかですね、
武漢縛りしませんとかって言えばもっと早く状況が分かって、はい、うん、一般の人もですねもっと気をつけた話あるわけですよね。そうですね、うん、まあなんかこの冬はだからインフルエンザとかがめちゃくちゃ少ないという、ね、話も、ね、ありますけどね。そうだからやっぱり皆さんこうあの手洗い、ね、それぞれの手洗い傾向とか ねすごくあの気をつけてらっしゃるってことですよね。もっとこういう危機の時っていうのは大きく取って、はい、そうね、こんな大変でしょって言っておいて、はい、あ大丈夫でしたどんどん下げていけばいいのに これしかありませんよとかって言ってどんどん広げていくっていうね。はい、そうですよね。最初にもっと大きな危機という想定をしてから、はいはい、でも良かったかなっていう感じはありますよね。でなぜそれができなかったかっていうとやっぱりちっちゃく見せたかったのじゃないか、はい、うん、その裏にオリンピックっていうのがあったのではないか、はい、あるいは安倍政権の何て言うんですかね、失政失策を隠したかったんじゃないかっていうことが、はい、まあこの先国会なんかで取り上げられると思うんですけどね、はい、うん、そういう疑いがあるんじゃないかっていう記事なんです。はい、はい、そうですね。ちょっともう今はどんどんと感染者も増えてもう死者も出ているということですから、うん、またさらにこう、ね、注意深く見守らなくてはいけないし、そうですよね、もう本当にあの昨日夜あの友達とあの、うん、変なし飲んでいて速報でこう入ったわけですよ、うん、でえそれ見てみんながえやばいねもうその辺にもウイルスいるよねっていうようなこう話になってしまって、うんうんうん、まあ、だからこそなおさらもう手洗いしないとねみたいな風になるんですけど、うんうん、ちょっと怖いなっていう感じがう、ね、こう本当に身近にその怖さが近くなってきたなって感じはありますよね、うんうん、はい、そして2番目には今もお話に出ましたけれども、この夏東京ではオリンピック控えています。そのオリンピックどうなるんだろうと不安に思われている方も多いのではないでしょうか。堀本さんそのあたりお願いします、はい、ね、今の話があったようにこう政権がねこの事態をこう小さくしよう小さくしようとしているような、まあ、疑いが、まあ、あるというのはこれあのオリンピックの組織委員もね、はい、なんか同じような感じで、うん、あの13日からあの国際オリンピック委員会 IOC と東京五輪の組織委員会のその、まあ、準備状況を確認するための事務折衝が始まったんですけども、はい、その初日の会合の後の会見でですね、森さんがですね組織委員、うん、はい、委員の会長の森さんがですね、東京五輪がね今回のこのウイルスによって、はい、その中止や延期になるというようなこうデマがね流されてるけども、うん、そういうことはねあの検討すらされてないと、はい、改めてはっきり申し上げたいというふうになんか盛んに強調をしてたんですね、うん、はい、そうですね、はい、でまあこう今こう肺炎がですね、はい、こう広がってるのは事実で、あの実は五輪憲章のですね、はい、第1章に、はい、あの選手への医療と選手の健康に関する対策を促し支援するというふうにこう明記されてるんですよ、うん、はい、だからその全くね中止や延期はこう検討もされてないというのはねこの五輪憲章第1章を鑑みてもですね、はい、まあ、少しなんかあのおかしい、検討はすべきですよ ね、 そうですね、もしだって万が一となれて ね、 そうですね、もしされてないとしたら、うん、その組織委員会ど う、ね、どうなのっていうところになりますよね。で検討してることすら否定してるわけですから、はいはい、でそれはやっぱりこの結局東京五輪をこう、まあ、盛り上げなくちゃいけなくて、はい、まあ、先ほども話ありましたけども、はい、これがあまりにもねこれからさらに拡大するようになると、はい、当然オリンピック大丈夫なのという話になる、うん、でそれは組織としては避けたい、はい、なのでこういうようなことをねこう検討すら してないというような、はい、これもなんかこう事態を矮小化するようなね、はい、発言でなんか政権と同じようなね雰囲気を、うん、感じるんですよね、はい。これアスリートファーストだったら、はい、その検討した上で万全を期すっていうのが当たり前だし、はい、そうですね、もしね万が一ね、はい、その選手村で一人でも感染者だったら、はい、これもう終わりですよ、大変ですよ、ね、だからもう本当にもう開会式とかもあれだけの人が集まるわけですが、うん、あの中でも一人でもってなってしまったら、うんうんうん、かなり怖いことになりますよね。SARS は日本にはね、まあ、蔓延しなかったですけど、はい、もうあの7月ですから、はい、あの収束したのがです ね、 ですね、だから、はい、通常インフルエンザっていうのはまあ夏、まあ、とか雨季、まあ、はい、梅雨ですね、なれば消えちゃうんですけども、はい、まあ、新しいウイルスだから、そうです、ね、本当に冬で終わるのかどうかなんて分からないし、はいはい、今から本当にオリンピックできるかっていうのは真剣に考えるべきなのに、森喜朗さんはね、はい、検討もしないなんていうのは、はい、無責任の極まりというかね、うん、
でそもそもそのやっぱり招致の段階でね、はいはい、福島原発をね、うん、アンダーコントロールできていると、はい、まあこうある種のデタラメをこう強調して招致したというまあ事実があるじゃないですか。やっぱりそういうことも含めてやっぱり考えるとね、津田俊樹さんってスポーツライターの方にも話を伺ってるんですけども、はい、まあ、彼は冬季夏季五輪の取材経験豊富なスポーツライターなんですけども、やっぱりああいうそのアンダーコントロール発言、もう振り返って考えると今回のウイルスもね、うん、要するにその組織も政権もね、はい、こう小さく小さくしてなんとかもうとにかくオリンピックやるんだというようなもうこう雰囲気を感じざるを得ないというようなことを言ってるんですよね、はい、で本来そういうことを、メディアがね、はい、報じなくちゃいけないはずなんですけども、うん、はい、まあ、同じようにやっぱスポーツジャーナリストの谷口さんに聞いたらね、はい、やっぱりまあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、朝日毎日読売日経の、はい、まあ、日本代表です新聞社がですね、はい、東京五輪のオフィシャルパートナーになっていて、まあ、協賛金が1社あたり15億円と言われる、はいはい、まあ、お金を払っていると。でテレビ局もテレビ局で NHK と民放で作っているジャパンコーシアムっていう会社が、はい、ピョンチャン五輪と、20年の東京五輪で合わせて、はい、660億円の放映権料を払っていると、はい、ということは、まあ、つまりもう、その監視をする役目であるメディアが、ね、まあ、はい、主催者側にいるのと同じで、はい、都合の悪いことはやっぱりこう報じにくい、はい、うん、彼らにとってもそれだけのお金出してるわけですから、うん、なんとか五輪成功し、はい、やってなんか成功させないと、まあ、意味がないわけですよね、はい、うん、だそういうようなこう状況も含めてなんか今回 その森さんの発言もね、はい、なんかこうちょっとこううさんくささがね、うん、漂うなというようなこう感じざるを得ないんですよね、はい、この時代だから蓋をしたってもうみんな今もうダメですね。もうネットで皆さんめちゃくちゃ調べてますからね、うんうん、はい、そうなんですね、うん、いやだから中国の選手とかが参加することは可能なのかなっていうことを私結構考えてたんですよ、うん、でそれもあるから中国のこう全体からの入国拒否をできないのかなみたいな、なかなかそうやっちゃうとなかなか解除も難しくなってくるじゃないですか。オリンピックのことも考えてあるのかななんていうこともちょっと、ね、その中国選手の参加も含めて、これからそのオリンピックに向けて多分、いろいろな問題が出てくるはずなんですよ。まだそれが出てくるのは当然予想されるのに、はい、その中止延期の検討すらしてないっていうのはもう本当にも確かに無責任ですよね、はい、IOC もちょっと無責任な感じはしますよね、うんうん、例えばこれ中止じゃなくても3ヶ月延期するとかね。そう、3ヶ月延期最高ですね。11月ぐらいですよで一番いいですよ。あるわけですよ。それこそ猛暑の中でね、はい、マラソンしなくて済むとかね。そうですよ、うん、それが一番いいかもしれないですねそもそもね東京の猛暑の中で、はい、時期に開催するのはね、はい、アスリファットファーストって言えるのかっていう、まあ、問題もそもそもありましたからね。そうですね、3ヶ月ぐらい遅くするのもいいかもしれないですよ、ね、まあ、札幌でマラソンをやめて東京になるかもしれませんけど、ね、はいはい、戻っちゃうかもしれないですけど、戻っちゃったりしたらまたそれもいいかもしれないですけどね、さまざまなこれから混乱が予想されると思うんですけど、うん、ね、こういう組織と IOC の対応を見てると、はい、思考停止状態でしょうね、これはね。果たして今後起きるであろう問題にこうきちんと対応できていくのか、はいはい、ちょっと不安というかね、はい、首をかしげざるを得ないところがあるんですけどもね。そうですね、はい、どうなるかちょっとね見ていかなければいけませんね、そして続いても、新型コロナウイルス関連といえばそうなのですが、ダイヤモンドプリンセス号今ね大黒ふ頭に停泊してますけれども、そうですね、ゴールデンウィークのクルーズツアーを大募集しているというところですね。知らなかったんですけど、はい、私も知りませんでした。この新聞を読んで思いました電車の中にね、はい、その広告が貼ってあるっていうんで見た人たちびっくりしたんですよ、はい、でその話を聞いてですね、と思って調べてみたらやっぱり募集してるそうでですね、はい、そのクルーズを運航してる会社に話を伺ったんですけども、はい、3月9日までのクルーズプランは中止してる。ああそうなんですね、はい、ただこの広告打ってる5月5日発のですね、はい、クルーズ、はい、まあ、これ国内な、まあ、プサンにちょっと寄るんですけども、はい、横浜から長崎行ってプサン行ってまた横浜戻ってくるんですけども、はい、これはですね予定通り今のところ出航する予定だ、はい、出航する方針だということなんですね、はい、でも
200人が感染してますね、今ね。そうですね。で、はい、どのくらいその集まるのかなっていうですね、うん、素朴な疑問があってですね。そうですね。中止するんじゃないかと思ったらやりますって言うんで、はい、ちょっとびっくりした次第なんですよね。ね、ほんあの、いや本当にクルーズってすごくいつかは乗ってみたいなって思っていたんですけど、うんうん、何かがあった時にあこういうことになるのかっていう怖さが見えてしまったところがあって、うんうんうん、だから、はい、あのアメリカのメディアはそのミニ武漢って言ってるわけですよね、はい、リトル武漢って言いますかね、はい、もう船自体がウイルスのバイオケミカルになっちゃって、はい、まあそこでぐるぐるこう回ってるわけだって、ね、はい、でもうそのクルーズブーム、ここ数年お金持ちのね高齢者の方を中心にすごい人気、はい、まあ、すごい楽しいらしいんですよ、やっぱり行くと一回乗るとね、はい、でもこのクルーズブームは終わっちゃうのかなと思って、あの渡辺さんっていうその旅行ジャーナリストの方に聞いたんですよ、はい、どう見ますかって言ったら、いやなくなら、あの下火にならないんじゃないかって言うんですよ、うん、でどういうことかって言ったら、そのクルーズ船の中のそのこういう病気の蔓延というのはよくっていうかね、何度もあるんですって、はい、そのカリブ海のクルーズでも何でもそのノロウイルスが蔓延するとかですね、はい、そうですね、でも日本人は慣れてないけども、うん、欧米には意外に慣れてて、ね、ええ、でまたやっぱり一回乗った人は楽しいので、はい、リピーターになるので、はい、またしばらくするとまた乗るということらしいんですよ、はい、で日本人はちょっと神経質なので、うん、しばらくクルーズに乗りたくないっていう気持ちがあるかもしれないけども、はいはいはい、うん、まあ、1年ぐらいしたらまた人気戻ってくるんじゃないかと、はい、で秋になったら好きな人はまた乗り始めるんじゃないかと、はい、そうですね、本当に乗った方に聞くともう最高だって言いますよね、ショーがあって、はい、料理も美味しくて、はい、イタリアで尽くせるっていうことらしいですね、ですよね、で、うん、あのリピーターさんがやっぱりその、うん、要は部屋はもう寝るだけだからって言って外に出て遊ぶことの方が旬になっているので、うんうん、そういうリピーターさんに限ってこう窓のない部屋とかをまああの好んで、ね、予約してしまうというところもあるみたいですよね。これ渡辺さんに教えてもらったら、はい、まあ、記事には出てない、はい、書いてないんですけども、欧米のお金持ちの方はそこに住んで住めるんですって、うん、居心地よくて、すごいなと思っていいな住んでる方も住んでるいいですね。だからまあそのくらい楽しいんでしょうね。そうでしょうね。だからたまたまこういうケースにこう当たってしまったというところだとは思いますけど、うん、で欧米の方はそういう船の中で病気が起きることもあると慣れてるというか、はい、船会社も慣れてるらしいんですよ、はい、対応に、はい、で今回びっくりしたダイヤモンドプリンス号は料金は全部お返ししますよと、そうなんですよね、いうだけじゃなく、はい、同じだけの旅行チケットをくれてるわけです。すごい2倍返しになってるわけですね、はい、2倍返しで、他の今回のダイヤモンドプリンス号はその横浜港にずっと止めて、そこにもう14日間かな、はい、なんか止めてそこに閉じ込めてるわけですけども、はい、その国はすぐに下車させてらしいんですよ、降りてくれと、はい、降りた上でそこでこのきちんと隔離というかね、はい、してるんで、もう分かってるらしいんですよね、はい、慣れてる人は、はい、でよその国からすると日本人はバカだなと見られてるって言うんですよ ね、うん、ね、ただその3000人を、ね、収容できる、ね、その施設があるかどうかっていうところも結構難しいかもしれないですよね。だから多分そこは政治決断という判断 で、はいはい、でね、例えば今回その東京都がその協力して都営住宅を半年間だったかな、うん、はい、あの中国からチャーター機で借りられた方、はいはい、の中国に住んでる方は東京というか国にあの日本に家がないわけですから、はいはい、都営住宅に住んでくださいとかね、うん、そのまあ、ホテルは分からないけど空き家なんていっぱいあるし、はい、それこそ今回あの国の施設をね開放してそこで ね、はい、そうですね、やられてるんで、はい、3000人ぐらいはね、はい、東京、神奈川、千葉、埼玉、首都3県ぐらい探せば ねあったんじゃないかと思うんですよ ね、はい、それこそ、国会議員のね、その、はい、議員宿舎 一時的にね、はい、開けてもらうとかね、はい、なんかその方法あったような気もするんですけどね、はい、うん、まあでも実際に本当に集まるかどうかはちょっと興味深いところではありますね。そうですね、はい、そして今週もう一つ大きなニュースが入ってきたのは野村監督が亡くなられたということですね。はい、はい、あの11日火曜日の未明に、はい、世田谷区内のですね自宅で、はい、夜中の2時ぐらいですかね、お風呂に
入っていて、まあ、ぐったりしている野村監督を、住み込みの、はい、家政婦さんとかお手伝いさんが発見して、まあ、救急車で、まあ、病院に搬送したんですけども、はい、残念ながら亡くなったと、はい、いうことで、まあ、メディア含めてですね、まあ、今ちょうどキャンプ、プロ野球はキャンプやってる、はい、段階で、まあ、野村さんの教え子いっぱいいるんで、はい、まあ、そのキャンプにもですね、大きな影響が出たんですけれどもね、まあ、野村さんはですね、まあ、ご存知の方いっぱいいらっしゃると思いますけども、万年 B クラス球団のですね、ヤクルトの監督に就任してから、はい、リーグ優勝4度、ね、日本一3回、はい、しかも、まあ、それは当時、セ・リーグでは、長嶋監督率いる巨人がですね、うん、まあ、圧倒的なこの資金力を武器に、はい、次から次に選手を集めて、まあ、巨大戦力を要したその巨人とですね、はい、一方でヤクルトはそういうそれほどのこう潤沢な資金が球団になく、はいはい、お金がかけられない、はい、でその戦力のなさを頭で補うんだということで、うん、長嶋巨人をまあこう何度もやっつけるというところで、こう野村監督が、まあ、で戦後選手としても戦後初の三冠王として、まあ王さんに次ぐホームランの数を残した、まあ、とてもすごい選手だったんですけども、まあ、名選手は必ずしも名監督にあらずというふうに言われますけど、はい、野村監督だけはね、本当に、はい、名選手にして名監督だったというような、まあ、評価はもう疑いがないと思うんですけれどもね、はい、その野村さんがまあ亡くなってしまったと、うん、いうことでですね、日韓年代ではですね、はい、本市 の元運動部長林武之さんという方がいらっしゃるんですけど、はいはい、その方がまあ非常にヤクルト監督時代から野村さんと深い付き合いをしていまして、はいはい、その元運動部長、林元運動部長にこう緊急連載を書いてもらってですね、はいはい、亡くなった翌日から、まあ、秘話を含めていろいろ各連載をスタートしました、はい、うん、で当時ヤクルト監督時代にですね、この筆者の林元部長がですね、野村監督からですね、この理想の死に方という話を聞いていて、うん、はい、当時はね、ベンチで死ねたら最高だと、優勝を決めた瞬間にね、はい、ベンチで死んでると、はい、でもこうみんな盛り上がってる中ね、はい、みんなが気づいたら、うん、あれ監督死んでるなっていうのがもう理想だと、漫画みたいな感じですか、漫画の終わり方みたいな、そう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 、燃え尽きたみたいな、やっぱ最後までユニフォームを着て死にたいと、あ、そうでしょうね、そういうようなことを語っててですね、その後のまたこの話がですね、まあ、いかにもこう野村監督らしいんだけど、はい、そうやってこうベンチでですね亡くなった後にですね、こうまあ、葬式が、はい、お葬式があるじゃないですか、はい、その時にね、こう棺桶の蓋を開けてね、うん、こう要するに あいつは来てるなとか、あいつは来てねえなとかおあいつは悲しそうな顔してるなとか、はい、そういうのをね、こう棺桶の蓋を開けてチェックしたりとかそれで本当の人間関係が分かるというようなことを、はい、まあ、生前おっしゃっていたということで、はい、まあ、なんかいかにもね、野村さんらしいなというふうに思いますよね、はい、とにかくこう頭を使った野球で、まあ、監督で一番大事な言葉力だということで、はい、本当に多くの、まあ、ご自身でもいっぱいの本を書いてるんですけども、はい、とにかく読書家で、うん、その言葉の力っていうものをこう非常に大事にしてただけあってですね、はい、まあ、メディア、我々のメディアからしてもですね、野村さんのこう一言一言がですね、非常に原稿になりやすい、はい、試合を振り返っても非常に端的で理路整然としてて、はい、しかもこう面白く表現するということでですね、うん、やっぱりどのメディアの担当記者もですね、はい、野村さんを悪く言う人はほとんど、うん、ほとんどというか、まあ、皆無と言っていいぐらい、ね、はい、みんなそれこそもう本当に助けられたなという感謝が強いと思いますよね、はいはい、現代は野村監督を殺してしまったこともあったんですね。そうなんですその野村監督はヤクルト監督就任1年目、はい、2月1日のキャンプが始まる前にですね、日韓現代がですね、野村、要するに、まあ、就任前にですね、実は野村監督は慶応病院に極秘入院していて、はい、大動脈瘤
だったんですね、はい、でそういう情報があって、ましてやその何の縁もゆかりもないヤクルトに来て、はい、ましてやそのアメリカのですねユマのキャンプでキャンプやると、はい、健康不安を抱えながらそういう縁もゆかりもない球団に入るプレッシャー、うん、あるいはその海外でのキャンプということで、はい、そのまあ健康不安を、まあ強調するためにですね、はい、もしかしたらそのキャンプ中にね何があってもおかしくないというようなことを、はい、まあちょっとセンセーショナルな日刊現代らしい見出しで、はい書いたことがあってですね、はい、それを、まあ監督が知ってですね、はい今まで記者が行ったんですけども、もう初日からお前のとこは取材拒否やということでグラウンドから出されてですねせっかく今まで行ってるのに監督に話聞けないじゃ仕事にならないと、ね、ということで、まあ、とりあえず周辺の、はい、から取材を始めなくちゃいけないって選手と話してたら、遠くの方からそれを見つけてですね、監督がですねその選手に、ね、お前そこのやつと話すだと殺されるぞというようなことをしたんですね。ただそのキャンプ中にですね、すっかり関係も、はい解消良くなってですね、はいもういろいろ話してくれるような関係になったという、その顛末もですねこれから連載の中で、はい、でいろいろ出てくると思うんですけどもね、はい、来週いっぱいまで、はい、この野村監督の連載続くんですね、はい野村監督がねよく言ってたのが、金を残すのは芸業を残すのは中業というのは事業の業です、うんはい、で人を残すのは情というんで、うん、要するにこれリーダー論で野村さんがよく好んで使ってたフレーズなんですけども財産を残すのは三流だと、はい、財産を残すリーダーは三流、うん、会社を残すリーダーは二流、うん、で人を残すリーダーが一流なんだと、うん、いうようなことをこう好んで言ってたんですけども今年のねやっぱりプロ野球の12球団の監督見ても西武の辻監督もそうだし、うん、楽天の三木新監督もそうだし、はい、日ハムの栗山監督も阪神の矢野監督ももちろんヤクルトの高津監督も、うんはい、みんな、まあ、野村さんに現役時代に薫陶を受けていて、はいまあ、阪神の矢野監督なんかはどちらかというとその中日と阪神で星野監督と一緒にやったんで、はいはい、星野監督の愛弟子的な印象はあるんですけども、はい、よくよく考えてみれば星野監督が中日で監督やってた時に阪神にトレードされた選手で、うんはい、野村さんのが阪神の監督になった1年目に矢野監督は初めて、はい、プロ9年目にして初めて規定打席に達して、うんまあ、正捕手になったということで、まあ、星野さんとの関係がこう強い印象があるんですけども、うん、やっぱり選手としては野村監督に見出されて使ってもらって、はい、こう一流のキャッチャーにしてもらったというような恩義があるんですよね。やっぱりねやっぱ12球団中5球団がこう野村さん の、はい影響を受けた監督がなってるっていうことやっぱり、ね、人を残すは一流っていうのはもう本当にまさに野村さんが言ってたようなことがこう、まあ、なくなってはしまいましたけども、はい、そうやってこう財産として球界に残っていくっていうのはまあ野村さんがやってきたことが間違いじゃなかったんだろうなって、ねはい、まあご本人もね、はい、そういう自負はあったと思いますよ ね、うん、ね成績が振るわなかった選手をね、はい、野村さんのとこに行くともう一回ね活躍できるっていう、ねはい、野村再生工場ですね、はい、ですね何人もいましたよね、はい、だからその指導者を育てるのもできたし、はい、選手としてもう一回再生 ね、 で、 ねできるっていう、はい、もう一度花を咲かせるっていうね、うんはい、両方ありますよね。そうですね、うん、そしてね取材陣にもいい言葉をこうね、残してくれるの で、 で、ねね、この野球は頭でするものだっていうのも、あそうなんだって、ね、体力1割そう記録1割、はい、頭が8割って、ねうん、あそうなんだってやっぱ思いますもんね、うん、なんかはい、ということで野村監督残念ながら ね、まあ、ねうまくなられてしまいましたが、はい連載来週いっぱい連載が続きますのでどうぞこちらの方も、楽しんでください、さて来週もきっと、ね、新型コロナウイルスのニュースがずっと続くのかなとは思いますけれども、うん、日刊現代の方もぜひお付き合いいただければと思います、今週はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。